様です。雨の中お疲れ様です。ゴールデンウィークに安倍さんがトルコに行って、技術原発技術業者の話とかを調整を結んだそうです。アクションをされたんです。で、こういう大きなね抗議行動ももちろん大事なんですけれども、こうやってまともに公平な判断できると思いますか。いい加減にしろとな。原発ならふざけんじゃねえよ。原発やめろ。原発やめろ。やめろ。今でもやめろ。今でもやめろ。安全に行くぞ。
な日本語で歌ってるやつは、あの歌は反原発の歌だって、みんな言うけど、原子力発電と核兵器は同じものなのかい？発電所では核兵器も作ることができるのかな？まさかそんなひどいことしてるわけじゃないよね。灰色のベールのその中でまたそんなことしてるのか。Thank you.